東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。広木さん、こんにちは。どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。台風が過ぎた後、今日もなんか天候はちょっと暑くなってですね、うん、もうお体いかがですか？大丈夫ですか？いや本当にこれだけね、はい、残暑が厳しいと、答えますよね。そうですよね、まあ、もう9月、ね、まあ、上旬ではあるんですけども、こんなに暑いと、まあ、マーケットはもっと暑くなってくれるとありがたいんですがなかなかですね本当に、はい、まあ、そうした中でですね、今日はまあ、アメリカ株の方からまずちょっとお伺いできればと思うんですが、はい、昨晩はアメリカ株、まあ、レイバーデーということでお休みだったんですよね、うんうん、そうした中で先週木金とこうちょっとまあ下落する形になりまして、まあマーケット、あるいは個人の投資家の方、結構まあこのまま調整なのか、あるいはもう短期的に終わるのか、結構気にされている方もいらっしゃるかと思うんですが。いやー、はい、もちろんですよ。広木さん、どんなお見立てでしょうか？僕はですね、はい、まあ短期的な調整でとどまって欲しいなと思ってるんですけど、はい、テクニカルなこと言いますとね、ちょうど25日の移動平均で下げ止まってる格好ですよね、はい、これはナスダックの方ですかね。そうですね、まあ、S&P500 も同じなんですが、はい、特にナスダックはですね、はい、チャート見ると明確ですが、はい、コロナでね3月に急落した後、ずっとこの後戻り相場が半年近く続いてきたんですけど、はい、この間ですね、まあ、もちろんちょっとした押し目はあるわけですね、押してもですね25日線でピタッとこうサポートされて、はい、それを割らないで右肩上がりでずっと来てたんですよ。そうですね、で6月には結構、はい、ダウ平均で1800ドル余りも急落する場面がね、ありましたけど、はい、あの時もナスダックはやっぱり25日線でピタッと止まってるんですよ、はい、で今回、さすがにこう2日に高値つけた後3日4日ともう急落して、3日がまあ特にナスダック 5% も下がったわけですが、4日も下げ止まらなかったわけですね、昨日。だから取引時間中には25日線割り込んで下まで行っちゃったんだけど、はい、その後やっぱり終わり値ではちゃんと戻して、下げたとはいえ、続落とはいえ、25日線で止まってるんですよ、終わり値。そうですね、はい。なので、ここね、今日レバーデーで、まあ明日再開ですけど、はい、まあ、今晩から再開するわけですが、はい、ここで下げ止まるのがこれまでの定番なんですね、25日線のサポートというのが。なのでこれ切ってきちゃってさらに下行くとですね、もう下値めどがないので、まあ、相当大きな調整になるかなというね、まさにこう際どい瀬戸際にあるので、はい、見守るしかないかなと思ってるんですね。これどうなんでしょう、まあこれまではですね、やはりこう巣ごもり景気だとか、あるいは金融緩和の継続でですね、うんうん、まあ、どうしてもやっぱりグロース株の方に資金が向かいやすいと、うんうん、でまあ、今現状今のお話ですね、やはりちょっと買われすぎたというところが出てきたというところなんでしょうか。まあそうですね、ただ、はい、何をもってね、つまり買われすぎの指標とするかって明確じゃないから、はい、この成長株って PR なんかじゃ測れない世界ですよね、はい、そうですね、はい、ただやっぱりマーケット全体っていう点ではね、そこそこ、こういうバリエーションって、アメリカってやっぱりそこはさすがだなと思うのは、はい、きちんとバリエーションが機能していて、今、S&P500 ベースで PR が、そうですね、はい、12ヶ月先、1年先の利益を使うと、はい、まあ、どうでしょう、27倍ぐらいまであるのかな、27、8倍って、まあ、ものすごい高いところです。はい、それのこう逆数、エキリ回り、ね、はい、ターニングスイールドとその金利の差、スプレッドなんか見てるとですね、はい、やっぱりその金利対比のバリエーション、株の割高度を測るいい尺度として機能してきてるんですよね。それがやはり、はい、ちょっとここのところは企業業績に変化がないじゃないですか、もう決算発表終わっちゃったから、はい、株が上がればそのまま PR がそのまんま高くなるみたいなのが続いてて、だから、まあ、その逆数の切り回りは、徐々に低下するということ で、 そうです、ね、はい、ただこれを支えてたのが低金利ということだったんですね。そうですね、はい、ところがやはりその金利もですね、もうこれ以上下がらなくなってる、8月の頭が、
アメリカの長期金利10年債利回り 0.5% でボトムなんです、はい。まあ、前回お越しいただいた、ごめんなさい、お電話でもそんなお話伺いましたよね。そうですか。そこからね、はい、やっぱりじりじりと金利高くなって今 0.7 ぐらいでしょ。そうですね、はい。やっぱりこの間の雇用統計なんか見ても、やはり景気はアメリカの労働マーケット改善しましたよね。だいぶ失業率が一桁になるとかね、はい、そうですね、はい。だから予想を上回るその労働市場の強さだということで金利が上がってるんですよね、こうなってくるとやっぱり株の割高感が意識されて調整したと、はい、まあ、理屈通りなんですよ。なのでそういう意味では、はい、まあ、一旦ここで調整したので、はい、これ以上金利が上がらないという前提ならばですね、はい、株の調整はここまでですね。だからちょっとここから皮肉なことに、はい、このアメリカの経済がどん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 戻ってくれば戻るほど金利は上がりますから、そこでそうなると今のこの株価水準というのはちょっと維持できなくなってくる可能性がありますね、はい。それを見越してなんでしょうか。ジャクソンホールでのですね、まあ、オンラインでの講演ということになりましたが、パウエル FRB 議長がですね、まあ、物価上昇 2% を超えても ある程度容認するというような話がありましたけども、うん、これでもやっぱりちょっとマーケットを効かなくなるということになりますですかね。 そうですね、それを信じられなくなってくるということですね、はい。来週 FOMC ありまして、はい、もうじきその当局者はですね、もう今ブラックアウト期間で発言できないんですが、そのギリギリ前に、ラジオのインタビューに答えて、パウエル議長はやっぱり、低金利はずっと続くという発言をしてるんですよ、はい。これは来週の FOMC でやはりフォワードガイダンスを決めると思うんですね、まあ、まず物価が 2% 超えても容認するっていうのはこの間臨時の FOMC で決めて、はい、今度はちゃんとその長期間、要はいつまでみたいな話を、はい、低金利の継続っていうのをですね、示すと思うんですけど、はい、それでもマーケットは、はい、信用しない可能性があります、すなわち政策金利は上がらなくても長期金利は、はい、全然上がりますからね、はい。なので、政策金利や短い金利は釘付けされるとしても、はい、10年債利回りの方が上昇してしまうと、やはり今みたいなその、はい、株価下落要因になりかねないので、まあ、ここは注視かなという気がしますね。となりますと、そのグロス株としては、まあ、そうしたその金利の上昇がですね、まあ、一つその利益確定の要因になる可能性があると、うん。一方でダウなどはどうなんでしょう。これもやっぱり同じような動きというふうに見ていらっしゃるんでしょうか。今度はダウはだいぶハイテク主導のナスダックに置いてけぼりになってました、はい。最近キャッチアップの動きがあるのは、はい、やはりそのダウの中の景気敏感株がやはり買われ始めてるから、はい、だからこれ日本株も皮肉なことにこれだけアメリカ株が下がっても日本株底堅かったですよね。そうですね、大した下げになってないですよね、はい。それというのはやっぱり売られる対象がないんですよね。アメリカ側はテスラだとかアップルだとかアマゾンだとか、そういうハイテク株がですね、ガン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 買われて連日高値を更新してたので、はい、まあ調整が入ったってことなんですけど、はい、日本株そんなのないですから、まあ、せいぜい M3 ぐらいですかね、直近までずっと強かったのは、はい。レーザーテックなんていうのはね、もうだいぶ前からちょっと調整に入っちゃってますし、そうですね、少し頭打ちになってますね、はい。やはりそう考えるとね、ハイテク株売り景気敏感株買いということになると日本株は相対的に強くなるということだと思いますね、はい。となりますとやはり、まあ、ちょうど今月で、第2四半期、まあ、中間期終わるところにはなりますが、業績面での回復、まあ、アメリカの方は先ほども話ありましたように、バリュー面で多少そのプラスアルファ今期出てるかと思うんですけれども、うん、日本株に関してはその辺どうなんでしょう。予想を下回るような結果が出ましたが、はい、でも、まあ、それ46は多分もうこれでボトムになる、ボトムになると、はい。地区は多分すごく改善すると思いますね。景気の状況なんかもそういう風になってます。アメリカ景気は本当に地区の V 字回復が鮮明なので、はい、まあ、中国も景気強いですから、グローバル PMI もプラス50を上回るところまで来てるので、今世界景気が非常に良くなってきてると、はい。そうなると世界景気に敏感な日本株、日本企業
の業績も、はい、多分市地区はだいぶ改善するでしょう、はい、それを表してアナリストの情報修正下方修正からこう弾くリビジョンインデックス、はい、ディビジョンインデックスありますね、はい、クイックが作ってるクイックのリビジョンインデックス月次で出てくるんですが、はい、9月1日に発表された8月末のリビジョンインデックスは急回復してますね、はい、そうですか、これ多分もう時期まだマイナスの方が多い、まだ下方修正の方が多いってことなんですけど、もうそれが相当改善してるので、はい、もう時期多分その今度の決算発表までにはプラスに転じるんじゃないかと、そうするともう情報修正の方が多くなってくるということになりますと、はい、どうぞ。過去こういう局面だと、本当にそのディビジョンインデックスがマイナスからプラスに大きく転換するっていう時はもう業績の底入れっていうところですから、はい、そこから結構株のラリーにつながることって多いんですよね。そうですね、はい、確かにそうですね、はい、なので多分今度の四半期四畜の業績ですね、まあ、4月から9月の上半期中間決算が始まってくる10月ぐらいにはですね、まあ、かなり期待できるんじゃないかなと。ただそこはちょっとアメリカの大統領選に絡んだり、はい、それからまあ冒頭もう一回戻りますけど、はい、アメリカのこの今の株価の調整がこの程度でね、調整完了となるかそれ次第ということだと思いますけどね。となりますと、まあ、日本株に関してはやはりそうしたところとの綱引きというのが当面、まあ、9月終わるところまで、続きそうというところになるんでしょうかね。そんな感じだと思いますね。まあ、そうした中でその、まあ、9月終わり10月に入ってから今お話ありましたような、まあ、業績発表で、まあ、回復傾向が見られるとなれば、うん、ここまでの持ち合いから上離れの期待がこう出てくる。そうですね、まあ、日経平均ね、はい、年初来高値2万4000円超えたところだから、ね、まあ、まずはですね、はい、この中間決算発表やアメリカの大統領選の不透明感、はい、まあ、その辺がクリアされる頃にはですね、まあ、年初来高値つけにいってるでしょう。あともうすみません、時間1分ぐらいしかないんですけども、米中の対立はどうですか。もうこれはもうマーケットあんまり気にしない感じですかね。いや、まあ、新しい状況が、ね、出てきたらまた気にはするんですけど、はい、ただ米中対立っていうのは形はどうあれ、長く続くっていうのはもうマーケットは、はい、理解してると思いますね。となりますと、まあ、そのあたりで今お話しあったように新しく何かこう、うん、バッドサプライズが出なければ、まあ、うまく付き合っていくという。そうだと思いますよ。これはもう政権がどう変わろうとね、はい、トランプ政権が続こうがバイデン政権になろうが、はい、まあ、中国との対立はどういう形であれ続くもんだと思う。マーケットは覚悟してると思います。はい、わかりました。今日も大変参考になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券チーフストラテジスト広木隆さんに電話でお話を伺いました。